久保さん、気になる男第222話ですね222話で前回221話では覆、えー、面 YouTuber への挑戦状覆面 YouTuber への挑戦状っていうことでそう顔を出してる方があ顔を出してる人はやっぱりその身振り手振りとかで すごく、まあ、人に伝えやすい、えー。むちゃむちゃ伝えやすいですよ、みたいなね、えー、お話あったかなと思うしまさにそうなんですよね、これ。顔出せれば結構その身振り手振りとかいろいろ使えるしまあ表情がね、あの直で伝わるんですごくいいと思うんですよね。なので顔出せる人はもうむちゃむちゃ出した方がいいし商品もよりね、 伝わりやすいしし魅力的だし出せるならもうこれ出した方がいいし出せるに何だろう出すことにん出,した方がいいが出した方がいいと思うから出した方がいいと思うんですよ出せるなら出せない人どうすんのかなっていう話なんですけどこれ完全にもう自分の例になっちゃうんですけど、まあ、かなりじっくり話すんですよね、まあ、じっくり話すっていうのはど,どっちかじっくり時間を共有する っていう方ですねどっちかというと、まあ、YouTube だと一方的にそのすごく話すのが伝えるのが上手い方がやっぱり商品すごく売れると思っていてそれはそうですねやっぱり動画っていうメディアってやっぱ喋るのが喋、ね、り手がいて受け手がいるっていう感じなんでそれはすごくその通りだと思ってた。もう,うすごいこの人みたいな感じでわーってこうね買うことができるんですけど自分の場合だとどっちかっていうとあの チャットとかが多いんですよね。悩みがありますっつって。で、基本的にもう喋ってもらうっていうか、悩みについてひたすら、うん、喋ってもらって、ああ、なるほどな、みたいなのが、ひたすらもう出し切ってもらう感じですね。わあっと。特に顔出さない場合だと、ひたすら、まあ、ね、結構言ってくれるんですよね。あんまり言えないこととかをね。言えないことを言ってくれたりするんで。 ずっとこう、まあ、特にチャットだとすごく会話がやっぱり、まあね、いろいろ喋ってくれるていうか言えないことも悩みを打ち明けてくれたりすることがあって、まあ、それでもうどうかしたらねもしかしたらある時とかは一晩中やってたりもするんで、まあ、それでかなりやっぱり親密になったというかねいうところになって、まあ、商品を売るとか売らないとかそういうところ以前に 普通にもうなんかすごく分かり合えるというか、まあ、そういうところがあってで結局何でしたっけみたいな話になってあ一応こういうものやってますっつったら「ああじゃあ買います」とかそういう話になるんでっていうところでその、まあ、自分の顔出しなしの,のメリットっていうのはやっぱり双方向に 行けるとこですかねもちろん YouTube でこうやってお伝えするお話しするっていうのはあるんですけどそこで知ってもらってでそこからじゃあどういうことになどういうことですかっていうことをこう聞いていくとすごくっていうところになるのでなんか結構そういうところが多かったかなと思いますねかなりお客さんのことはすごく分かっま わかりりますねすねごく分かります、はいはい、うんっていうところがあってそこかなと思いますけどねなんか自分が別に挑戦状の挑戦返しでも何でもないんですけど、まあ、自分の場合かなり時間を一緒にお客さんというよりも一緒に時間もすごく使うなっていう感じはしますね時間を使うっていうか時間を共有するなっていうイメージですね。オンラインでずっとつながってる感じ。 でやってる感じなので顔出しなしでできないできないで悩んでる方は多分顔出せないなりのそのその人なりのいいところってきっとあると思うんでそこをうまくまあ結局悩んでる お客さんはいっぱいいますんで、お客さんというか悩んでる方いっぱいいるんで、その話をしっかり聞いてあげて、で、あとは、そこからじゃないですかね、単純に。どういうことを悩んでるんですかっていうところだけになってくるのかなと思ったりもするんですけどね。結構話すのは自分そこまで話さないんですね、正直言って。YouTube でも話さなきゃいけないんで、どうしたって話すスキルをやっぱり少しは、伝えるスキルっていうのが非常に大事なんですけど、 で自分のことを知ってくれたらあとは、なんかあとはお客さんとゆっくり話す、お客さんとゆっくりチャットするみたいな話感じになってくるので、うんうん、だから入り口なだけな気がしますけどね、自分としては。なんかすごくその伝えるのが苦手であっても、まあ、自分こういうものが存在しますっていう感じで YouTube で発信し続けると、 興味持ってくれる方がやっぱいますんでね。それはありがたいですよね、本当にね。本当にそこがありがたいなと思っていて。あんまりそのうまく伝えてないんですけど、つっても、ああ、別に構わないよっていうところで、一度お話、一度なんか声かけてみたかったんだっていうところから入ったりするんで、でそこがスタートでそこからっていうところが結構多いんですよね。うん。だからまあ、ありがたいっちゃありがたいですよね。 はい、だから YouTube で完結っていうよりももう一段階経てですよね自分の場合だと YouTube からさらに、まあ、何でもいいですけどこれはチャットワークだったり LINE のチャットでもいいしうんなんかそういう別のコミュニケーションツールでもう一段階ゆっくりいくっていう感じではありますね自分の場合は、うん、やっぱ悩みが深い時はやっぱりいっぱい喋ってくれますんでね とういうところになるのかなと思ったりしますね。はい。ということで、自分はこういう形ですね。ひたすら聞いてる感じです。はい。やっぱそこがメインになっちゃいますね。うん。というところで、ちょっと、挑戦女王に対して挑戦返しという形で <laughs>、お返事、させていただきます。はい。ありがとうございました。久保さんは、まあ、こんな、なんかもしかしたらこんな感じの、はい。こんな感じの、気になる男シリーズの方が、なんかいいかもしれない。いいかもし何がいいかもしれないか分かんないですけど。はい。 今回はすごくお返事しやすい感じでしたね。はい。ということで、えー、気になる男第222話ですね。返事させていただきます。ありがとうございました。また次回もお待ちして、次回もよろしくお願いしますから、えー。次回もよろしくお願いします。それではまた、ご参まただきまたではでは。